末にするのは良くないので。良くない。食べます。えらい。こちらちかさんとあゆかさんからいただいた、お、ドーナツ持って帰ってきた。ドーナツです。私も持って帰ってきた。ね、ちょっとこれサンタ帽なんで父ではありません。ねえ、ひめたんのドーナツやばいことになってる。ごめんなさい、リーダー、プリーダー。私のはサンタです。いただきます。皆さんこんばんは。隣に中作見えます。そしてこれはあゆかぴょんとちかこさんからいただいたトナカイ。ブチャになっちゃった。いただきます。こんにちは。初めて見るドーナツ屋さんだったよね。え、そうなの？わかんない。いつものとこじゃなかったかな、箱が。確かに袋が違ったね。ね、なんだっけあれ。でも知らなかった。いつもはクリスピークリームドーナツ。え、そう、え、違うのこれ。わかんない、これクリスピークリームドーナツですか。クリスピークリームドーナツですか。かわいいでしょ。やばい、チョコがうまい。食べます。私も。先ほどはあれしてましたね。とっての決めにクリスマス。セーフセーフセーフ。クリスマスソングもう SK に入って2回歌わせてもらってるね。予約したクリスマスと、うん、あれも歌ったね。ん、あなクリ、あなたのクリスマス。どんな曲？世界で。ああね。超世代。うん、超世代のコンサートで。わ、クリボッチの皆さん、こんばんは。あなたたちを救いに来ました。いや、みんながクリボッチだなんて決めつけてないよ。だってコメントで言ってるんだもん。クリボッチですって。かわいそう。でも私がいるからボッチじゃないじゃん。よかったね。とっておきメリークリスマス。ま、なんか久しぶりに甘いもの食べた気がする。気のせいだけど。絶対嘘つけ。今日ちょっと差し入れが多すぎてね。幸せだね。ありがたい。なかちゃんとひめちゃん同時視聴中だって。コッペテーさんがすごっ。お、福井県の人。福井県、福井県行きたいです。本当だ、福井県行きたいです。中坂と一緒にカニを食べに行きたいな、うん、コッペパンを、コッペパンとカニを食べに行きたい。カニ入れたコッペパンないんですかね。やばいか。いやでも、どう、新メニューどう。あ、雪やばそう、こちら福井だなんて。最近キッチンカー情報出てないですもんね、北陸。ね、なんか名古屋もさ、雪降ってたんだって。ね、まだ一回も見てない。私もいつ降ってたの。ミエ、ね、が寝てる時か。あ、寝てる時か。寝てる時あり得る。うん、かわいい。うん、これ開けたことある。ん、なんか、あ、これ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 、うん、当たったことない。こんばんは。金曜日に降ってたんだって、雪。何日。何日金曜日って。記憶が。ちょっと、でも今日が日曜日だから 23?22 じゃね。22、なんか、なんかあったっけ。あ、レッスンの日だよ。レッスンじゃない、合わせした日。合わせしたし、雪降ってた。降ってないよ絶対。2日前の朝だって。朝、でも朝だよね。朝だったっけ。え、でもみんなその日朝から起きてたけど見てない。見てない。だから多分ね、みんな見たの。中坂の家が森の中すぎてね、降ってない。いや、みんなの見てたの幻だよ。うん、幻。あ、エゴユーナさんのソロ公演ね。うん、あー、当たった。あ、私じゃなかった、ごめんなさい。ぬか喜び。
ね、ペンライトサンタさんすごかった、うん、今日も中坂さえ多かった、嬉しかったです。素晴らしい、うん、飲み物欲しくないね。欲しい、飲み物欲しい、もうしょうがない抜け出すことはできない。ズルピン、ひめたんがよろけて見えて心配になったんだけど、だってなんか私ね、友達の感想分けの時に足を、うんって足が、うんってなった、止まってるふりだよね。そう、止まってるのに私突っ立ってるだけなのに足ぐねって。もうそれで言ったらみきょ、マイドリームずっと腰がつってた。なんかマイドリーム、あなた釣りすぎじゃない？なんかもうね泣きそうで、でも泣きそうだって思ったら、うん、真向かいにいたサラちゃんがずっと泣き涙目でね、うん、今日めっちゃ頑張ったから、サラちゃん、うん、本当にみんなお疲れ様ね、うん、言ってください、うん、サンタが泣きそうなのに、うん、俺は違う意味で泣きそうだよ、みんな感じです。え、誕生日の人いるって秘めたん、おめでとう。クリスマスの誕生日なんだ。イブだよ、イブ。イブめっちゃいいじゃん。誕生日なんで契約更新に来ました。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディエフンさん、イエーイ、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう、誕生日おめでとうございます。中坂美優ちゃんはどれくらい好きですか？中坂美優ちゃんのことをもっと愛して、一生推しメンにして、これからも幸せな人生を手に入れてください。多分その人姫と推しじゃない？いいえ、横にゃんさん推しですバレてやんの。いいえ、横にゃんさん推しですけれども、けれども中坂美優ちゃんのことももちろん中名スのことも好きだと思うので、うん、けれども姫たんのことも好きだと思うのでこれから末永く中坂美優のことを推して人生を豊かにしてください、うん、お誕生日おめでとう、おめでとう。なんかオプションを考えて、この人に、うん、例えば1週間愛の言葉をツイートするとか、生誕 T シャツを着てここに行くとか、そういうのを貸してるんだけど、うん、つまり罰ゲームってことね、うん、ご褒美だよねみんな罰ゲームですね。なんだろう、じゃあ今日クリスマスイブだし、うん、なんだろうね、中坂にプレゼントなりなさい、あなたが誕生日なのに誕生日なのに私がなんかプレゼントあげなきゃ、逆に、うん、なんだろうね、罰ゲームじゃないです罰ゲームだと思った、そのイーブさん。もうみんなね、みんなこれを幸せと呼ぶんだよねえ、みんな、みんな訓練されてるんだ。まあクリスマスイブですから、愛のメッセージをじゃあ私に送ってください。いいね、愛のメッセージ、ツイートできる方だもんね、ツイートしてください、してください。あ、ポストかいいって、別に。こんばんは。もう一人いる、誕生日もしかして。すごい、クリスマス誕生日ねえねえ、そういえばさ、私、うん、中坂の加湿器欲しいわ。あげないよえ、買い取るよ、ちゃんと800円で。800円じゃないよね、あれ一等賞絶対800円の価値以上あるから。うわー、この人絶対一等賞どう思う、みんな一等賞だからね、今日差し入れでね、うん、あれ話そらされた、なんでもないですこれあの高田しおりさんのチーズケーキを、いや、チーズケーキもいただいて、いただきました、差し入れで、やばくない、見て、高田しおりさんだよね。そう、これね、前もノーマル食べたのにね、またノーマル取ってきちゃった今日いっぱいあったよね、種類あった、チョコみたいなのとか。ちなみに私チョコも持ってるけど、ね、この人3つ持ってるんです、やばくないですか。これはでもどう、用冷蔵だけどさ、今日この極寒だったら持って帰っても大丈夫だよね。大丈夫でしょ、はいね、今さ、ショールームさ、全然人見てない説あるんだけどさ、みんなどう思う？これガチの悩みなんだけど、だからみんな予定があるの、クリスマスなんで、うん、違うの、もう3ヶ月前くらいから私の配信1500人くらいしか見に来てないらしくて。そうなん、だから今までのショールームの数字が盛られてたか、今がめっちゃ削られてる見済まされてんだ。あー、そうだよ。え、もう一個ある、今日差し入れ、差し入れ、チーズケーキ、チーズケーキは秘めたまま無限に出てきます。
あ、契約者さんいる、もう一人、もう一人いる、ちょっと待って待って、どこ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 、今日のエスコイ楽しかった、よかった、今日はあ、大間ちゃんだって、大間ちゃんの誕生日だって、おめでとう言いましょう、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアフンさん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう、さっきから言ってるやん、ごめんね。ねえ、おめでとうちゃんとしたやん、そんなこと言うな、おめでとう、おめでとう。え、この方は、中坂推しだと思います。本当、でもチーム S の多分とあるメンバーから推し変して中坂推しになってくれたと思います。それまさか私じゃないだろうな、秘めたんじゃないよね、みんな、私じゃないだろうな。はい、ということで、まあ、これからも人生を豊かにするべく同じこと言ってる、いや同じことは言いません、これからも中坂美優ちゃんを推して、うん、ハッピー推し活ライフを過ごしていただきたいので、うん、このルームのみんなも末永くライフを送るんだよ、一生人生かけて大好き中坂美優を愛してください、人生かけて姫誕生日おめでとう、姫誕ってやるんだよみんな、おめでとう。中坂さん口になんかついてないってこっちのルームにコメント来てるんですけど、ついてないついてないついてる、もう目悪くて見えないんだよね、本当か、外した外した、なんか今日すっごい乾燥がひどくって、うん、今日 すごかった、うん、全然目が、そうね、この方へのオプションは、うん、この方はね、うん、結構ノリノリで何でもしてくれると思うな、お、いいね、さっきの方もね、ノリノリでやってくれるんだけど、うん、だからノリノリ系がいいから、は、ね、ショールームじゃなくてさ、劇場公演、次入る劇場公演で長坂みゆちゃんが行っちゃ来いよを自分アレンジバージョンで叫んでもらうっていう、ここ最近ちょっとね、何人かにやってるオプションなんですけど、すごい、どうですかこれは。え、じゃあペンライトを2倍にするのは、うん、あー、持ち両手両手やばい、じゃあ両手で、それは、うん、両手持ちからの中坂美優ちゃんがいっちゃんかわいいよ、どうですか、これいいじゃん、ちょうどいい罰ゲームじゃない、ちょ、罰ゲームじゃないですよ、やめてください、ハードル高いって、あ、二刀流、二刀流、二刀流、ね、六本持ちやばいなって、このルームのみんなもどう、六本、私はあの四本持ちだね、どう、四本なら楽じゃない、でも二本で豆できてた、指にオタ時代、オタ時代、二本、二本、ここだけで、あなたちっちゃかったもんね、確かに六本持ってない可能性は全然あるよね。ね、いなくなっちゃったんだけど、大間ちゃん、あれあ、来た、ダブルお祝いはオプションも2倍ですか、ということ、オプション2倍でペンライト2倍で、うん、コール2倍、どういいじゃん、イエーイ、うん、チーズケーキ食べちゃおう、でもひべたんに怒られたから今日は1個しか持って帰ってこなかった、違う、この人なんかダイエットするするって言ってるのにまあ今日はいいよねって、なんか甘っちょろいこと言ってるから、あなた気をつけなさいって自分で言ったじゃんって、カツを入れたらやめました、ちゃんと、えらい、でももうさ何歳だっけ、18歳、18歳、でも姿勢長期だって、え、マジで高校卒業したら痩せるよね、もうそうだよ、ほら、うん、気にしないで、あ、すごい、私のファンの方々4本ならいいよってすごいノリノリ、本当？コール2倍以外はなんとかだって、コール2倍声を二重にするの？違う、あの中坂美優ちゃんが一番可愛いよを言ってほしいだけ、うんうんうん、なんかそれを言ってくれたら嬉しい、今日1190日だって、えー、おーすごい、皆さん27日はショールームアワードです、私は多分57日とか、57日もすごいよね、うん、頑張って、こんなの初めて、だって30日記念はやったってことでしょ、そう素晴らしい、あ、57日出た、私もなんかね、1900日くらい行くとね消えるらしい、そのシステム、お祝いシステム、えー、寂しい、追加したってあれって言ってほしいものなの、いや、言ってほしいっていうかオプションです、
言ってくれたら もちろん嬉しいよね。あれ嬉しいよ、みんなよかったら言って。今日の S 公演めっちゃ楽しかったんだけどさ、めっちゃ楽しいね。楽しすぎてみんなさ、リハーサルさ、曲いっぱいやるとさ、なんかテンション上がってきちゃってさ、本番テンションでリハもね、もうぶちかましちゃうのね。そうだね。でアンコールで気づいたの、やばい今日ちょっとエンジンかけすぎてるのってそしたらね、もう今日はもうフルパワーだから、ほぼ2回公演したから、痩せたと思う今日でもダンスってあんまり痩せないみたいな。え、それな、ね、え、なんかこんな踊ってんのにさ痩せんくない、みんなあれやりたいの。1ヶ月踊って何キロ痩せるか、1ヶ月この曲を毎日踊り続けたら何キロ痩せるか素晴らしい、その向上心すっごい素晴らしいと思う。これを来年からやりたい、来年の1月からやりたいと思ってて。でも中坂別に太ってないよね。第1回曲決めたの、第1回曲リトマ。あ、結構痩せそうじゃない、あれエクササイズだもん。あれやばいよねあの曲めっちゃ疲れるんです。だからちょっと1ヶ月、1月の1日から1ヶ月毎日リトマを踊り続けたら何キロ痩せるのかっていうのをやりたいと思います、あ、ねえ、エンドレスオキドキって書かれてる、どう？でもオキドキフルで踊れないもん待って、オキドキフルで踊れないもん。まあそうだね、慣れ親しんでるリトマで、そう、一旦リトマ、1月はリトマあ、ね、中ちゃんは太ってませんって、ほらみんな言うとる、でもさ、太ってないって思うし、私だって太ってるって思いたくないのね、でも今日着た衣装の中で、唯一余裕を持って着れた衣装を、サンタさんだけなのだからあなた、あの成長期、あんたでもサンタさんもだってあれオリジナル衣装じゃん自分の、あれだって2年前とかだから、2年前が超太ってたか、超余裕持って作ってもらってたか、デブになるだからあの新公演の衣装って皆さん聞いてください。新公演の衣装は多分新公演始まる前に測ってもらったサイズで作られてるじゃん、だから新公演の時って私たちもうカリッカリだったじゃん、もう極限状態だったから、今は普通なの、きつい、ゆるい何こいつ違う、私もなんかね筋トレ始めてからすっごいブコブコになって、いや、やっぱ筋トレ始めて、だからあなた違うの、あなたはそのまんまでいいんだって。この人野山走ってこいとか言ってくるもん言ってないよ野原さん、わかんない、ジム行きたいって言ったらさ、あなたはその辺走ってればいいでしょ、その辺走ってればよくない、だって18歳でしょまだ、はい、食べながら話すと説得力が、いいの、私たち今日頑張ったんですそんな厳しいこと言わんといて、今日引き抜きだよいや学校行ってた、年期、あー年期ね、お疲れ様、SK 年期ね、今日最終回だったの、何してきたのあ、内緒ね、いいよ内緒ね、今日はチーム対抗、演技力対決とクイズ大会、めっちゃいいじゃん。私さ、横にゃんさんとあーやの舞台見てから本当に演技したいなと思って、だからちょっと中坂となんか、ね、即興劇しよう、今日でも即興劇だったの、あ、そうなんだ、でもみんな司会だったからあやってないんだけど、そうよね電気で司会しかやったことない、司会任されるよね、しっかりしてるから、信頼されてんだよ、だから、今日演技力対決してましたいいじゃん、誰が優勝したと思う、とメンバーは、チーム S、S チームがルーちゃんとアイカピョン、オルさんとアイカさんで、K2 が、伊藤美希とミオタン、伊藤美希ミオタン、チーム E がほののさんと佐藤かほさん、あ、研究生がアザーズとくるみ、うわー、なんかその研究生めっちゃ演技力高そう、でもシチュエーションが全員違ったから、あ、そうなんだ、そうそう、誰が優勝したでしょうか、でもやっぱ佐藤香穂さんじゃない、なんかうまそう、正解は、西井美穂です、西井美穂30丸がそう、うまかった、今日の配信を見てた方にしか伝わらない面白さがあったんですよそうなんだ、みんな見てた、見てた人いるかな、いいの見たい、
めっちゃ面白かったよね。ショールーム配信だっけ。ショールーム配信とあと劇場にもね来てくださってた方いたんだけど、なんか意外、マジで即興でこんなことができるんだって思いました。西見代さん、西見代そうなんだ、すごい見たかったよ。犬も見たかったね。見てたか、いいな。西見代何のシチュエーションでやってたの。向かいから歩いてくる人が知り合いだと思ったら知らない人だった時の、声かけたら知らない人だった時の一言っていうシチュエーションだったんですけど、ね、もろ大喜利やん大阪人強すぎるだろう。めっちゃ面白かったよねみんな面白いわそれ、めっちゃ大喜利じゃん。そう、あずあずとかそう研究生は結構かわいいシチュエーションだったの、うん、告白とか。なるほどね。そう、西見を期待されてたんだえ、あ、くじ引き、くじ引き、引き強引き強い、引き強いね。マジで面白かった。へえ。なんか姫たんもなんか即興演技でおもろいことしてくださいやるわ、うん、そう、ちょっと疲れちゃったね、いっぱい喋って。疲れたお疲れ様みんなも。お疲れ様。何してたんだろうみんなは。公園見てたでしょみんな。うん、公園とっておきのクリスマス。あゆかぴょんがなんとリトまでなんとシンポジのキャピちゃんのお尻を触りました。だね、あ、スケベ。でもここだけの話していいですか。キュッピーがキュッピーがいつも姫たんとかやってるよね。そう。姫たんのポジやってる時に。うん、あゆかぴょんがお尻触るところがあるんですよ。触る、いつも本当にその中坂ポジの人のお尻を触るところがあるのね、触るスポットが、うん、私は多分そこで多分いつもキョッピーのお尻触ってた、うん、いつもえだからキョッピーは多分誰かしら先輩に毎回お尻を触られている可能性がある。チーム S セクハラで訴えられちゃうよでも今日は今日サラちゃんだったから、うん、ちょっと触れんかった、さすがに。あ、チキった、チキった。だってさ初めて出る劇場公演でさお尻触られたらさもう一生出たくなくなるでしょ怖いかもね。怖い、そう、変な先輩だと思われたくない。キョッピーにはもう多分変な先輩だと思われてるからえ、どこ。フリーダム、あー、フリーダム、ピチ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 。あ、確かにやられてたわ。姫たもやってたよね。懐かしい。フリーダム、ピチ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 、デデデデデデデ。そう。あ、うん。キョッピーはなんか、キョッピーに今日私はクルミンと結婚するんだっていう。中坂が、うん、森本さん、うん、くるみんと結婚するんだって言ったら、中坂さんは京香と結婚するのって言われました。何その変な関係恐ろしいって。かわいい。よく後輩とそんな変な絡みできるいやこれマジ11期だからできる。まだ12期にはできん、うん、いやそりゃそうよ、入りたての子にそんな結婚するみたいな抜かせないでしょそんなものに。ちょっと惹かれそうじゃん。でもくるみに直接は言えない。くるみ結婚しようとは言えないけど、キョッピーになんかくるみと結婚するんだとか言える。あと今日あれサイレンナイホーリーナイなんかある程度があとっておきクリスマスの感想の、あ、そうそう、落ちメロって言うんですかね、うん、なんか男女誰とペアだった。私はサータンでした。おー、いいですね。サータンと一緒にペアで腕組んだくるみだったので、あら、イチャ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 、こっちが勝手にね。あ、この人11期推しなんだっけ。そうそうそう、もう大好き、楽しんでるな、最高でした、うん、でもキョッピーさ、サワヤがいるじゃん、結婚できないじゃん。そうなの、あの人ね絶対に大本命いるのに、ね、うん、ダメじゃん。ミュウさん好き、ミュウさん好きいつも言ってくれるんです。もういい、女たらし、好きって言ってくれるだけでいいや、ちょろ都合いいタイプ、はい、やだな、うん、あ、しかもクルミンにはマーヤンさんがいるじゃん。そうだよ、11期みんなそう、菅原さんがいて、アズアズには大川さんがいてあなたかませ犬すぎない？かわいそうに、 誰の大本命にもなれないけど、かわいそうに。でも今一方的に11期みんな大好き、うん、あ、なるほどね、 DD だ、ゆうねちゃんはエゴさんだったんですけど、1月からね卒業されてしまうということを狙っていきたいですよね。そうなんだ。まだゆうねちゃんとはこんな、うん、こんなにね、ちょっとまだお尻ペチペチの関係ではない。でもちなみにアズアズとクルミも多分できんと。そうなんだ。わかんない。同い年にはできないの。
いや、キョッピーがノリ良すぎる、マジで。あ、キョッピーはね、さすが関西、本当に、ね、ノリがいいよね。そう、髪型かわいい。私たちなんかクリスマスだよね。そう、今日はお団子しました。それ何モチーフとかある？え、モチーフ、うん、ナイス。ある？私はあ、もう今ので飛びましたもうダメだ、モチーフ言えない。モチーフ言えない。なんだろう、まさかのくしゃみで飛んでっちゃった。飛んでった。さよなら。中坂は今日は、うん、クリスマスツリーのオーナメントかわいいここにオーナメントいいね。あとは あれです、カチューシャだったのよ、うん、あのクリスマスの衣装の髪飾りがね、うん、中坂のカチューシャが今一番可愛かったやん。可愛かった、あれ。だからカチューシャが被れる髪型にした。うんうん、可愛い。私はね、うん、なんかやっぱクリスマスってキリスト教会、はい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 、はい、ですから、なんかちょっと女神っぽい。あー、いいね。女神の髪型にしました。いいですね。そう、ギリシャ神話イメージ。おー、深かった。薄い。でみきょさん、今日さ、自己紹介 MC でやりたかったことがあったの。何？でも姫たんにこれ事前に吹き込んどくべきだったなって思ってやめたのね。あ、じゃあちょっと小さい声でじゃあ今から改めて自己紹介 MC やるからやってね。 OK。 あ、じゃあいいわ、即興でやる。だから姫たんは即興で対応して、いきます。はい、今日は、まあ、クリスマスイブじゃないですか。そうですね。で、私は曲中にとあるものを見つけたんですよ。なになに？なんと、あそこに、はい、クリスマスツリーがあるんですよ。これはどういうことかっていうと、姫たんはこの時緑色の衣装を着ていて、身長が高い、しかもスカートの形がめっちゃ木のね、この、うん、ね、ふわーみたいな、もみの木みたいな形してるから、うん、もう姫たんを指してこうクリスマスツリーですってやりたかったんだけど、なんか事前に何も言ってないのに姫たんにこれをやらせてしまうのかわいそうだなって思ったのと、あ、いいよ別に。めっちゃおもろくない？確かに私、3曲目から着替える衣装がね、うん、緑なんだよね。これ自分でやろうと思ったの最初。私も緑色の衣装着てるから。お、そうだよね。でも私はなんかちょっと機会がないっていうかさ、姫たんの方高いからさ、クリスマスツリーっぽいじゃないですか。確かに。で、あとこれ3列目にいたらやってた多分今日。ああ、そうだね。今日自己紹介初めて2列目にいたので。あなた嵐ね。そう、今日嵐やりました。やってましたね。そう、やめて正解だってなんでそんなこと言う、めっちゃおもろいやん。そう、受けたね、会場大爆笑だったね。大爆笑だったよね、絶対、ね、ね、めっちゃ面白くない？いいよ、その無茶ぶり。本当？じゃあこれからちょっと考えとくね、うん、今日7年ぶりにエスコイン入りました。だってすごい、戻ってきてくれてありがとう。わあ、今に目変わって浦島太郎の状態なんじゃない？でもさ、7年も経ってたらさ、なんか2つくらい変わってそうじゃない？ね、重ねたとかも見てるのかな、うん、ね、重ねたの前って何？制服の目？あ、リセット？制服の目？リセットどっち？ね、制服の目やるじゃん。そうだよ、やりたい。何の曲が好き？制服の目、これワンワン。はい、この人にわかです。え、あと私ディスコ保健室も好き。あ、この人制服の目公演知らないわ。あと水のないプール。あ、水のないプールは合ってる。制服の目公演知らないよこの人。2曲だって、今3曲あげた中2曲違う公演の曲だったからね。セミシグレ思い出す。水のないプールめっちゃ難しいんだよ。何？踊りが、ややこしくて。教えて今。レクチャーして。分かんない、覚えてない。未制服飲み公演出たはずなのに。待って、え、私ラムネの飲み方公演行ってた？うん。だからやってんじゃん。何何何何？子犬も、うん、ディスコ保健室もラムネの飲み方だ。だから、はい、にわかって言ってるんだ。だからにわかって言われたんだ。そうだよ。やば。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。嘘。じゃあ私ラムネの飲み方めっちゃ好きだ。あ、ダチョウも好き。ダチョウいいね。好き。え、制服の目って何やってたっけ？私はあれ好きです、ジェラシー。ジェラシーのアリバイ、疑うことで生まれる言語科学の波だよ。知ってるよ知ってるよ、これ大好きなの。で、ね、あのあれでやりたかったの、紅白歌合戦のダンスブロックでジェラシーやりたかったんだけど、うん、あのダンス感ないよねってなって。あ、そうだな。あれ AB メロ一生アイドルステップ踏んでるだけなの。あれ、そうなんだ。
あのさ、制服の目のさ、一番最後の白い衣装があれ着たいの。え、あの衣装ね、やばいよ。何？もうね、あの、うっ血する。あ、そうだ、この人ね、出てたね。うっ血する。へぇ。でも私は、その衣装がどうしても着たかったの。まさなさんの衣装だったから。うん。で、なんかもう、痩せますって言って、うっ血しながら出た。あなたずっと痩せますって言ってるから。それこれ去年の11月の出来。ねえ、そうだよね、制服の目って。須田さんのね、そう卒業記念の。あ、ダウトね。ダウトもいいよね、難しいっていうね。あと私さ、手紙のことが一番大好き。あ、手紙のことやったことあるよね。やったことある。それで知って超好き。あれ何の時にやったっけ。鉄菜何の鉄菜だ。あれ鉄菜の追加曲で手紙のこと。でも鉄菜で追加曲やる機会ってある。なんだっけあれ、年末鉄菜の、いや、年始鉄菜。いや、覚えてるかな、手紙のこと。合格キス好きです。え、合格キスいいよね。テテニナドゥチャチ。あ、ビモよし、イエス、チャラチャラ。もう中坂さんが痩せると思っていないので大丈夫です。なんでそんなのやん。もっと痩せるよね。ピノキオ軍も好き。え、2月ピノキオ軍にしようかな。ピノキオ軍も痩せそうじゃない。痩せそう、あれエクササイズだよ。もうさっきからエクササイズだよしか言ってないです。今何時何分みんな。ちょっとさ、この辺あんまね長く撮ってないからね。あ、そう、アンテナやりました、最近。あ、アンテナも好きだけど、あれはやばい。21時10分だって。もう過ぎちゃったね。じゃあもう、ちょっと盛り上がっているところ申し訳ないんですけど、終わりたいと思います。終わりたいと思います。2人で狼とプライドとか無理なんだけど、公開処刑すぎて無理なんだけど。みきおさ、そうだ、集合写真、このあと多分チーム S のメンバーが誰かあげるかもしれない集合写真があるんですよ。あの、なんだっけ、あの、とっておきの一番最後のさ、体型わかりますか。こう一列になってむぎゅってしてたじゃないですか。 あの体型を模した写真が多分誰かからの X で上がると思うんですけど、はい、私ゆずぽさんとひめたんの間に行ってしまって、公開処刑です。そんなことはない。いや、もうということで終わりたいと思います。ビヨンビヨン。ちょっとギフトだけバババババって読ませてもらうね。バイバイ。いきます。オーマシャンかわいいシルルルサクマンナメントコ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 マンナメント。これなんだっけ、なんだ、土偶だ、土偶さん、雪の結晶雪の結晶、オルーさん、プレゼントボックス、ブルーさん、ハートハートハート、ブブググさん、ハート、クロミちゃん、雪の結晶、ブブググさん、ハート、リンゴさん、ハートハート、プリンさん、雪の結晶、ルルネコさん、ハート、リンゼットさん、ハートハート、ウサギさん、雪の結晶、リゼットさん、ハートハートハート、ウサギさん、ハート、ガローさん、プレゼントボックス、なんだろうこれ、戦士みたい、戦士さん、ハート、ピーさん、ハート、オルーさん、ハート、ニヒーさん、雪の結晶、雪の結晶、ルルネコさん、ハート、ダンシングヒルさん、雪の結晶、どんぶり猫さん、ハート、白猫さん、雪の結晶、どんぶり猫さん、ハート、にゃにゃかにゃさん、ハート、ハート、ハート、白猫さん、雪の結晶、白ルルネさん、グッドゲーム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 。何言ってんの。これグッドゲームっていうギフトなんだよ。あ、GG でしょ。グッドゲーム。GG。ウシラスカルさん、ハートハート、おお、シルルルンさん、グッドゲームグッドゲーム、ニャニャカニャさん、ハートありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。続きまして、ランキングをちょっと今日は簡略的に読ませていただきます。今日の中身73位はデケデケデケデン、ガローさんのアバターのフフフさんです。イエーイ。では20位から読みます。いきます、いきます、せーの、オルーさん、エイトーさん、モモタンコリラックマーさんじゃなかった、もう一回いきます。オルーさん、ハチノスダンさん、ユッキーさん、コリラックマーさん、カーニーさん、モモタンコリラックマーさん、クリスマスツリーさん、ガローさん、ありがとうございます。イエーイ。続きまして13位から、4位まで読みます。せーの、あやめろさん、 SKE のくまさん、白の鳥さん、ルンルン猫さん、おまシャン、とっというさぎさん、にひひさん、にゃんにゃんかいにゃんさん、中坂さん、怪獣さん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。
2人結婚したらいいやんだって。結婚します。絶対嫌です。イエーイでは続きまして3位3ありがとうございます。シュルルルーン。2位3ありがとうございます。ガロさん、あ、姫さんの顔が。そして今日の1位はドクドクドゥドクドクドゥドク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 ドゥンテン3です。イエーイ。ストロベリーニャンニャン、ありがとうございます。ということで今日もたくさんのギフトありがとうございます。ありがとうございます。ランキングのランキングじゃない、今日見てくださった皆さんもありがとうございます。じゃあ姫たん今日の3連単予想して、あ、なんちゃら記念じゃん今日。有馬記念ね。はい、よし。でもどう、今日はどう、73が強い。やっぱ7、そうだね。そう、中坂配信は73が強すぎるんですよ。で本命は73、今日は24日だから24が多分本命だと思う。7243で、あ、7243いいです。有馬記念当たったって、素晴らしい、おめでとう。ゆめたんも競馬するの？したい。でも競輪がしたい。おお、あ、最近競輪、あ、え、競輪今誰もあんまやってないですよね。そうなの？じゃあ一緒にやろう。あなたはダメか、まだ。まだできないですよ。協定最近ねあれでしたけど。うん、では素晴らしい。ひめたんの予想当たるのか。ひめたんは7243だっけ。うん、じゃあみゆは3724でいきます。どう、せーの、バン、お願い。あー、24強し、イブパワーが。そうですか、いや悔しい、悔しい。ということで4万当てたって、万馬券だ。それで中坂と姫たんのサイン会を応募する。すね、上手。明日は夜、明日なんかある、うん、明日は夜だよ。どうしよう、夜配信にします。明日夜配信できないと思ってたんですけど、うん、できそうなので夜配信します。サンタさん買うかも。では終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。あ、姫たん今日この後も配信ありますか？あります。おー、あなた姫たん推しになったの？大人なのであります。あなたは子供なのでないです。中坂もあと何日？3ヶ月くらいで大人です。いやでは終わりたいと思います。せーの、バイバーイ。じゃんけんぽん、あっち向いて、ほい。バイバーイ。ミラーボールありがとう。誰誰誰、あー、カブトさんありがとう。バイバーイ。